はい、皆様、今回ゆき、三船幸春です。今回は、ジギっていう、これね、フリームで、ホラーゲーム短編って調べてみて出てきて、ちょっと気になったっていう。いつもは、実況してる人のところとかからね、気になるのを見つけたりとかしてるんだけど、これは全然単純に、僕がフリームのゲームサイトを見ていて、なんか、絵もね、ほら、可愛くない？すごく僕、こういう雰囲気の絵が好きなんだけど、絵も可愛くて、なんかちょっとダークファンタジー系なのかなっていうのでね、ちょっと気になったのでやってみようということで、これ40分30分って書いてあったかな、ホームページの方に書いてあったやつなんで、多分30分から40分ぐらいでクリアできるって書いてあったのでやっていこうと思います。うわ、選択肢のところ、これ椿かな、缶椿みたいな感じだよね。綺麗だな、すごい綺麗だけど、どこ選択したのかちょっと分かんなくなるな。今瞬きした？いや、音楽もいい雰囲気だよね。あ、このゲームのすべてはフィクションです。ゲームの出来事や人物とすべてのものは現実のものとは一切関係ありません。このゲームはホラーゲームです。追いかけ要素や脅かし要素、暴力表現やグロテスクな描写等が含まれます。苦手な方はプレイをお控えくださいますようお願いいたします。また15歳未満の方もプレイをお控えいただくようお願い申し上げますということで、もしかしたら結構怖いかもしれません。覚悟を決めてやります。よし、始める。いやー、怖いな、やだな、すでに怖いな。あ、これ主人公の女の子かな、あの表紙の、表紙タイトル画面の子かな。声変えるか。お母さんなんて大嫌い。あ、これがお母さんの方か。ちょっとセリフに鍵カッコがついてないから判断が難しいな。てか、ちょっと待って、僕の頭ギリギリじゃない？直そうか。よいしょ、このぐらいでいいや。なんで言うことを聞いてくれないの？なんでひどいことばかり言うの？もし自分に何かあった時、お母さんはどんな顔をするのかな？例えば、死んじゃったら。悲しんでくれるかな。今のって一瞬お母さんかと思ったけど、お母さんの声じゃなかった可能性あるな。低くしちゃったけど。お、これがどっちだ、今言ってた方の子なのかお母さん。お、すげえナイスバディ。そういうこと言っちゃいけない。椿ちゃんって言うんだね。あー、だから選択画面の選択するところのなんかこれ選んでますよみたいなやつが椿だったんだ。いやー、かわいいね。なんか気持ち悪いおじさんみたいな声出ちゃった。かわいいな、とっても。僕はこういうタイプの顔が大好きです。ダッシュ、ダッシュで逃げなきゃいけない場面があるってこと。これクリア難しいかもしれません。お、ダッシュしてみる。ダッシュ遅っ。ああ、でもなんかこっちの椿ちゃんの方が大きいから、椿ちゃんがお母さん、日記がある。今日お母さんと喧嘩した。お母さんなんて大嫌い。子供の気持ちも知らずに勝手なことばっかり言って。いつもお母さんはそう。ひどい、ひどい、ひどい、嫌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 い、大嫌い、大嫌い、大嫌い。おお、なかなかの闇を抱えた日記だな。この子は？こんにちは。ああ、これ。子供かと思ったら人形だった。じゃあ椿ちゃんがやっぱりこの日記の持ち主なのかな。自分にそっくりな人形がある。椿ちゃん顔やばくね。あ、これ人形か、これが人形か。心配ん、椿ちゃんもハテナが出てます。待って、椿ちゃんの声がわかんないから、とりあえず日記と同じにしとくか。まさかこの人形から。この森、よく子供が行方不明になってるんだって。心配だよね。ん？どういうことなんだろうか。椿ちゃんはでも、あー、ちょっとあれ、うー、なん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 、怖っ、怖っ。椿ちゃんはでも、ナイスバディなので大人だよねって、ちょっとクソみたいなこと言おうとしたんだけど。だから子供じゃないよね、多分椿ちゃん。いらっしゃい。返さない。返してください。嫌です。あ、じゃあ、あの子って言ってるから、椿ちゃんがお母さんかな？じゃあ、
ちょっと低めの声でやるか。あの子はこの先に？これさっきの怖かった人形だろ。あなたもこうなる。あなたがちゃんとしないからダメな母親だから自業自得、自業自得、嫌われて当然。だから何されてもいいよね。いいわけねえだろ、バカ野郎かよ。待って。そんなこと言わないで。てんてんてん。困るよね、急にこんなこと言われても。これはでもなんだ、椿ちゃんの心の中のことなのかな。追いかけられる要素があるって書いてあったもんな。僕死んじゃうかもしんない。お、いろいろ調べていこう。頭のない人形が切り株にもたれかかるように倒れている。マジか、首切られちゃってるってこと。ちょっと走るか、遅いから。あ、日記、日記がある。今日の喧嘩した理由はお母さんが遊んでくれなかったから。かくれんぼ、お母さんが鬼、探してねって言ったのに探してくれなかった。なんで探してくれなかったのって言ったら、疲れたからって。少し休んでから探そうと思ったんだって。そんなの言い訳だよって言ったら、君がいつも私を振り回すから疲れたんだよって。それからまた勝手なことばっかり。もうやだ、嫌い、家出する。そしたら少しは心配してくれるよね。たとえ何かあって帰ってこなかったとしても、今度は探してくれるよね。こういうのをね、試し行動って言ったりするんじゃないかな。なんていうかな、自分が愛されているかどうか不安になっちゃった時にね、この人が本当に自分を心配してくれてるかどうかっていうのを試したくなっちゃうっていうね。大人になってもやる人いるけど、まあ人に嫌われるからあんまりやんない方がいいっていうやつなんだけど。はい。怒っています、お前に子供を奪ったから。あ、なんかこの看板は違うこと言ってない。日記は椿ちゃんの子供かな。日記は多分椿ちゃんの子供の気持ちをなんか言ってるよね。で、これはなんだ、これは別の人のなんか、これ別の人の言葉だよね。だって子供を奪ったからとか全然覚えがないが。怒っている、神様がってことなのかな。え、椿ちゃん自覚あんの？何したん椿ちゃん。神様、神隠し、信じたくないけど本当にそうだったら怖いな。本当にそうなら、椿ちゃんなんか分かってんの？ここにも怖い人形いるけど、またびっくりするのかな。足がない人形がぶら下げられている。気分悪い、ただでさえ自分の顔好きじゃないのに。ああ、椿ちゃん自分の顔好きじゃないんだ。綺麗な顔してると思いますけどね。僕は好きです。日記がある。お母さんはあの時からお母さんだったの。出会ったあの日から。出会った時この人にお母さんになってほしいって思ったの。たくさん話しかけてくれた。初めてだった、この人以外にないと思ったの。だからお母さんは母親の自覚を持ってその役割を果たさなくちゃいけない。果たしてほしい。え、実の親子でない、孤児院とかわざわざ引き取ったみたいな、だからちゃんとしてみたいな話。今ねダッシュしてます。ダッシュでこのスピードだからな、逃げる。うわー、雰囲気がよやばいな。あ、ここに看板あった、読む。私は怒っている、お前に取り戻すだけ。元のお母さん、元のお母さんが怒ってたりする？なんかお前に懐いて子供がどっか行っちゃったんだみたいな。懐いて子供がどっか行っちゃったとしたらそれ僕のせいじゃないと思うんですけど、わからんな、ちょっと今んとこ。血ついてる道に、嫌い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 、あー大変。そうやって家のものをバラバラにしてたらまた怒られた。後片付けしなさいって。お母さんなんだからお母さんがやってくれればいいのに。それは違うかもしれん。お母さんなんだからちゃんとして。お母さんじゃないったなんて言わないで。これ子供がやばいかもしれん。あ、なんかイベントが、これ椿ちゃんのセリフ？わかんないな。だからやめてって言ってるでしょ、お母さんって呼ぶの。どうして？お母さん、どうしてって、私と君はそんなに歳も変わらないよ。
それに私はまだお母さんって年じゃないよ。ほら、お姉ちゃんはどう？どうして？なぜお母さんじゃないとダメなの？母親は子供のためなら何でもするから。そのくらい子供のことが大好きだから。大好きの証明でいてほしいってこと？あなたが私を好きであることの証明としてお母さんでいてくれってこと？何？やっぱ今のは椿ちゃんでいいのか？私はお母さんじゃない。母親なんて嫌だ。あー、じゃあやっぱ子供がちょっと異常か。これ怖いけどやめてくれって。椿ちゃんは動じてないけど怖いんですけど、やめてくれませんか？見た目で驚かしてくんなよ。弱いってそういうのに。ひどいことをしたのに母親、お前が否定しました。僕否定しました。嫌だって言いました。あ、なんかやばそうな雰囲気。ああ、どうも。どうやって逃げればいいのこれ。お前が母親になんてなれるか。嫌だっつったじゃん。なろうとしてないってば。なんでなろうとしてないのに、なんか僕がなろうとしたみたいなこと言うわけ。ひどいことをしたのに。自分の母親に。何？僕が僕の母親にひどいことをしたって話？これ。どういうこと？ちょっと難しいな。あ、これ逃げるやつだ。てんてんてんと。逃げなきゃ。あ、じゃあちょっとこっから逃げパートか。さっきの場所まで戻ろう。オッケー、ダッシュしまーす。あ、あいつバカだ追尾性のバカだぞ。やったー。最初うろついた時点でバカだとか言っちゃった楽しくなっちゃった。来ない？あ、間違えた、これ僕の声来ない？幻覚？変なものが見える。ついさっきもその前も。もういい加減にして。それに今の化け物の顔、なんだかあの人に似て。あの人が椿ちゃんのお母さんだったりするのかな。いや、考えるのはやめよう。あの子を探さないと。はい。え、これは向こうに行っちゃきっちょだって。向こうに行っちゃダメなんだよね、きっと。じゃあもう一回戻るか。戻ったらいたりすんのかな。よっこいしょー。急げ急げ。あ、でもなんか血の跡がついてるよ。ほら。あ、んでここにもなんかいる。なんかここ、さっきと似たような場所。ところどころ変わっているところはあるけれど、同じところを回り続けるとか、まさかね。あー、なんだろう。おお、これが娘か。お前娘か。木に人形がぶら下げられている。よっぽど私のことが嫌いなんだろうな、こんなことをする人を。まあ、ただでさえひどい見た目がもっとひどくなっただけか。その顔でひどい見た目と。そんなことないと思う。あと、ここの木なんか顔みたいに見えて怖いね。ああ、首落ちてるわ。ちょっとその前に日記見るわ。お母さんに花占いを教えてもらってから、暇な時はそれをするようになった。お母さんは、好き、嫌い、好き、嫌い。花占いって、最初、花を見た時点で、結果なんてすぐわかるけど。そうだね。数の問題だからね。あれかな、ひまわりとかでやったらわかんないかな、多すぎて。月で終わらないと嫌。月以外はいらない。母親なんだから、子供のことが大好きなはずだから。あー、なんかなかなかに病んでいるね。首が落ちてますと。こんにちは。人形の頭がある。てんてんてん。後片付け。人形の頭を手に入れた？それ持ってくんだ。他のもの結構置いてたけど、急にそれ持ってくんだね。お母さんに出会った日、つまりはお父さんの家から連れ出されたあの日から5年半ほど経った。あんな生活にはもう戻りたくない。今の生活の方がいい。でも、お母さんは相変わらず。お母さんが母親としての自覚を持つにはどうすればいいの？なんで母親らしくしないの？
母親は子供のためを一番に思って、子供のことが一番大切なのに、なんで？ひどい、大嫌い。なんでだろう、なんでだろう。ん？私はあの子のこと好きなんだけどな。俺、椿ちゃん再婚したの？なんかこの連れ子だよね、多分連れ子ちゃんのお父さんと再婚したのが椿ちゃんってこと？でも別に好きなんだけど、子供の子、この子の子供のこうちょっと欲求的には足りてないみたいな、そういう話？お母さん、ずっと黙ってどうかしたの？なんでもないよ。また村の人に見た目のことで何か言われたの？鋭いね。顔に出したつもりはなかったんだけど。顔には出てなかったけど、雰囲気でなんとなく。そんなの気にしなければいいのに。ん？待って。女の子だと思って声当ててたけど、もしかして男の子？あんまりなんか、そうか、男の子。あ、じゃあちょっと僕の声でいくか。わかんない。俺っ子の可能性も残してる。俺っ子の可能性も残してるけど、これ、わかんないな。とりあえずじゃあ子供僕の声でいいか。俺だって同じような見た目だよ。ごめん、突然 TS しちゃった。そうだね。気にしなかったらいいんだよね。でもどうしてもそれができなくて。どうして？何が嫌なの？ひどいことを言われるのはやっぱりちょっとね。辛いんだ。黙ってどうしたの？あ、ごめん、黙ってどうしたの？ダメだ。誰のセリフなのか分かんないと難しいな。黙ってどうしたの？悪いのはひどいことを言う人の方でしょ。別に母さんは何もしてないんだから、知らない奴の言葉をそうやって気にするのはやめて。てんてんてん。何？そんなことを言われたのは初めてかな。ありがとう。感謝してるの？うん。なら少しくらい表情変えたっていいのに。つまんない。母さんは表情を変えなくてつまんない。子供どうした？なんか早く見つけに行こう。あの子のことはちょっと怖いけど、やっぱり大事な家族だもの。なんか子供、やっぱ子供がやべえな。男の子なんだよね、きっと。じゃあ女の子という体で進めていました。人形の足がある。人形の足を手に入れた。そうね、回収するんだろうなと思って調べた。よいしょ。異常な子供という題名の本だ。ある少女は人と違う見た目をしていました。彼女は一人ぼっちでした。しかし、ある時一人の子供に出会いました。その子供も他の人と違っていました。ただ、その子供が他の人と違うところは見た目だけではありませんでした。何しろ彼は、ここから先はページが破れ、読めなくなっている。人と違うことって何がいけないんだろうね。さあ、難しい話だよね。人と違うもさ、いろいろあるじゃん、やっぱ。ね、人に害を与えるのはやっぱり良くないとは思うけど、害を与えないんだったらお好きにどうぞだろうしね。あ、なんか赤い霧晴れたね。ここから先、神隠し多発。特に子供は入らざるべき。戻ってきたのか。ああ、一番最初のところ？ここ。じゃあ日記同じってこと？ああそうだね。なんかループしちゃってんだね。ここにいる君も同じだね。なんか喋ってる？この子、これどうなんだろう。しばらく進むと、あ、ここに首設置したりする？この辺に置いておけばいいか。おお、あなたもこんな風にならないようにね。そんなこと言われたってな。する人がいなければこんな風にはならないんだぞ。あ、なるほどね、なるほどね。ここら辺の人形に加えていくのか。はい、足つけよう。はい。そう、片付け。母親の役目。ちゃんとしないとね。そうじゃないとあなたも、これさ、これ言ってんの子供か？
お前なんか子供かもしかして。やべえやつ養子に迎え入れちゃったのかなもしかして。そんな、あ、またここか。でもこの後どうしたらいいんだ。特にこれ以上、あ、でもなんか足を設置したことによって何か、なんか変わった？日記は多分読んでも変わんないだろうからスルーしていくけど、多分全部読んだだろうし。これで進んで、あれ？ループしてる？ループしてんね。困った。どうしようかな。いい加減にしてほしいよ。ああ、なんかちょっとセリフ変わったね。ループに巻き込まれちゃってるからな。どっか調べなきゃいけないとかあるのか。あ、花が咲いている。花びらが7枚。花を折る、折らない、きっと折らないと進まないんじゃないか。折ります、折ります。お、雰囲気変わった。なんかね、エンドは1個って聞いたんだよ。あれ、ゲームオーバーだったり。あー、こんにちは。あら、あ、ゲームオーバーだ。穴折っちゃいけないのか。そうか。で、今、続けるができなかったから、これ最初からになっちゃうのか。ちょっと最初から、じゃあ、さっきのとこまで飛ばすわ。はい、というわけで戻ってきました。これをさっきね、雑に折ったら殺されてしまったんで、雑に折らずに、折ろうかなーって言ってから折らないを選択してみようかな。あ、ちょっと待って。ああ、いいや、セーブしてないけど、まあいいや。折らない。セーブをしよう。花びらが7枚。折る、折らない。ああ、でもこれじゃ関係ないのか。じゃあ、もっと別のところか。あ、花びらが、好き嫌い好き嫌い好き嫌い好き。あれ、でも7枚だから好きじゃね？嫌いから始まんのかな。花びらが6枚。じゃあこっち折ってみるか。もうセーブしたから別に死んでもいいぞ。折りまーす。花を折った。あ、花を、あ、わかった。好き嫌い好き嫌い好き嫌いだけど、そのさっきあの子のなんか好きで終わんなきゃやだって言ってたから、好きで終わる以外の花びらを全部折っていくんだ。だから偶数の花びら全部ぶち折っていこう。10枚は折る。はい。奇数の花びら以外、あれ？ああ、なんか治ったよ、ほら。キーンとか言ってるけど。やったぜ。じゃあちょっとセーブしようかな。あ、もしかして全部の場所でこれをやっていけばいいのかな？花びらぶち折っていけばいいんだな。花びらじゃない、花ぶち折っていけばいいんだな。よし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 。いやー、いいね。なるほどね。ちゃんと日記にヒントが隠れてるんだ。嫌いになる花びらを全部、花を全部、あ、進めた。ああ、なるほどね。さっきの場所じゃない。おお、小屋が見える。そこにいるのかな。いや、横の日記読もう。あ、日記日記。母さんが母親の自覚を持ってないのはなんで、どうして。そんな、子供を産んでいないから、赤ちゃんがお腹にいたことがないから、母さんのお腹から生まれてないから、だから産んでもねえし、なんかこの感じだと年も近そうな子供を急に自分の子供として認知しろっていうのは難しいんじゃないか。お、屋敷みたいなとこに入るんだ。お前がいるんかい。そうですか、逃げましょうか。子供は怖い。これ主人公かな。子供は怖い。だって親がどれだけ苦労しているかなんて知ったこっちゃない。わがままばかり。お腹を痛めて産んだって、それ以上の痛みをまた親に味わわせるの。これ主人公じゃねえな。これ化け物かもしれん。化け物か。でも化け物、僕別にデスボイスとか出せないからなまあじゃあ全然普通に僕の声でいっか。子供怖いらしいです。そう、お前が私にしたように。椿ちゃんも親とあんまり仲が良くなかったんだな。きっとこれは親なんだな。自分がやった悪いことは
いつか自分に返ってくる。そう、お前もいつか子供にひどいことをされる。だってお前は悪い母親になる運命だから。母親にひどいことをしたお前が、いい母親になんてなれないから。そして、そんな悪い母親は子供に疎まれる。嫌われる。当然。怖い。だったら今すぐ逃げれば。引き返せば、子供を置いて。このまま母親を演じたって、いいことなんてないのに。こんな危険を犯す意味なんてないでしょ。これはなんか、この化け物はなんか若干精神の化け物みたいな感じなのかな。この椿ちゃんの中の母親像の具現化みたいな。引き返さないよ。だって、あの子が大切だから。あの子は私の初めての。あ、引き返しませんって言ったら母親消えた。これが日記かな？とある、これってなんて読むの？母娘でいいの？とある母娘の話という本がある。母親は何の変哲もない普通の人間でした。しかし、娘は変わった見た目をしていました。村の者からはつまはじきにされました。そのうち母親は狂ってしまいました。娘にひどいことをするようになりました。しかし、娘は母親を支えました。しかし、それも長く続かず、娘は母親を。こんな本、読みたくない。ああ、だから、この本に出てくる娘が椿ちゃんなんだ。そういうことだね。椿ちゃんアルビノっぽいもんね。昔の村でアルビノなんて生まれたらどうなるかみたいな話だったりするのかな。はい、じゃあここのなんかここにもなんか日記っぽいのあるね。母さんはあまり表情を変えない。笑わない。つまらない。どうでもいいの？そんな母さんでも突然いなくなったら心配してくれるよね。違う顔を見せてくれるよね。例えば、神隠しにでもあったら。俺は父さんのことが嫌い。連れて行かれるのは嫌。一緒にいるのは嫌。人間をひどい目に遭わせるような、あんな手伝いをするのは嫌。俺は神様じゃない。母親なら、子供が嫌がることは許さないよね。なんか、この子も何かに巻き込まれて SOS を発してるのかな、もしかして。嫌だ。やりたくないって、なんか言ってる。なんか、父親の、仕事関連でなんかやらされそうになってることがあって、それから逃げたいみたいな。だからどれだけ怖い目にあったとしても、心配して来てくれるよね。違う表情を見せてくれるよね。なんか母親に対する試し行動もだけど、なんかから逃げたいのかな。もう人形じゃ満足できないの。あ、これ違うかもしれん。人形をぶち壊すだけじゃ満足できないみたいなこと言ってるかもしれない。お母さんの人形を作ってるね。たくさん人形を作った。母さんが遊んでくれないとき、暇だから作るようになった。せっかく作っても、イライラすることがあると壊しちゃうんだけど。残骸を見た母さんが、後片付けしなさいって怒る。でもその顔が、少しだけど、怯えてるみたいだと、そりゃあそうだろう。自分の等身大人形を作られて、イライラしたらぶち壊されてたら怖いだろ。あまり表情の変わらない母さんの、あの顔はすごい新鮮だった。あ、こいつもやばいかもしれん。怖い。そりゃそう。いや、怖くない。怖くない。怖がっちゃダメ。俺は怖がっていいと思う、椿ちゃん。椿ちゃんね、これは怖がってもいいやつ。どれだけの人形を作ったんだろう。どれだけ壊したんだろう。これはなんだか壊されてなくてなんか大事にされてるように見えるけど。よくできた人形。ん？お腹のところ、よく見ると何か入れられるみたい。よく見ると何か入れられるみたいはさっきのあれからしてもうダメそうなやつ。なんか多分だけど、母さんの腹から生まれるやつや、それ。ランプ、明かりはついていないけど、持っていこう。ランプを手に入れた。あのね、多分このお腹の中に入るのは、これを作っている僕じゃないかと思う。僕って僕じゃないです。俺の方です。じゃないかと思うんだよね。
なんだ、止まったぞ。違うか。ダメそう。とはいえ別のとこには行けないんだよな。でも、ここはなんか隠れ家的なところなのかな？はい。このヤバ文章ね。ヤバ文章は置いといて、戻るしかないよな。戻って、あ、ちょっと一旦セーブするか。これどうしたらいいんだろうな。お腹に何か入れられるって、お腹に入れられるものなんかあったっけ？とりあえず戻るか。いや、自分の人形入れるわけにいかないからな。戻って、なんか。あれ？あ、こっち行けない。じゃあもうループではないんだな。何を入れたらいいんだろう。何かを入れなきゃいけないんだよね、きっと。探索が足りない。こいつはちょっとでけえよな。何されてもいいわけないんだよね。異常な子供はマジで異常な子供ではあるんだよ。ここら辺も調べても何もないしな。なんだろう。ここに戻ってくるしかないな。なんか入れられるものあるか？今ちょっと頑張って、ぐにぐに探しているけども、特にないよな。もう一回入って、なんかこの部屋でなんかあったりするのかな？いろいろ調べ。お！おとぎ話、とある神様についてという本がある。とある一人の人間は、非常に不思議で強い力を持っていました。何でも思うがままでした。時には人間たちの願いを叶え、時には神隠しを行い、人柱を集めて人間たちを恐怖に陥れました。そのうち神様と呼ばれるようになりました。その神様は自分の子供にもその手伝いをさせていました。子供もとても不思議で強力な力を持っていたのです。しかしある時、ある人間がその子供を連れて行ってしまいました。それが椿ちゃんってこと？きっと神様は今も子供を探しているのでしょう。そして自分の子をさらった人間を許さないのでしょう。椿ちゃんがこの子供をさらったってこと？ここで言う神様は大きな力を持った人間のこと。私と同じ人間。そう思えば恐れることはないんだよね。そう、あの子にも。あの子は不思議な力を持った人間、人間、でも一応みんな人間なのに。あ、これは同じだ。人間の話をしてるんだ、ずっと、一応。お。マッチが入ってる。けど、これだけで明かりにするのはちょっと危ないかな。このマッチで、さっきのランプに火をつけよう。おー、明かりができた。明かりできたけどあんま変わんなくねえか。まあいいや。もう一回こっちの部屋行ってみるか、じゃあ。ランプお腹に入れられる？そんなことはない。よいしょ。そんなことはないか。まあでも、子供は一応神様の子供ではないんだね。一応普通の人間の強大な力を持った普通の子供ってことになるのかな。このランプを持ってどっか行けたりするんですかね。いやーでもなんか不思議な世界観だ。でも人を傷つける手伝いをしたくないってことは、お父さんはだからそのさっき書いてあった人々を恐怖に陥れる方のことをしてたりするのかな。子供はそれをしたくないって思ってるみたいな。あれ、帰れなかった。帰れるかと思って歩いてたんだけど、どうすればいいんだろう。これ、この森燃やすか。ランプの油と火で、この森に火を放って、この森に住んでそうな悪い奴ごと焼き払えとかそういう話じゃないんだよね、きっと。ああ、ここも別に変わんないのか。なんだろう。何がダメなんだ？どっかに行けたりする？お！大きな穴。何か見える。ランプがあるから見えるようになったってこと？ここさっき調べたけど何も反応なかったよ。何かある。でも引っかかって取れない。暗くてよくわからない。明かりで中を照らせば、引っかかっているところを外せるかも。明かりで照らそうよ。持ってるよ、明かり。このランプの明かりで中を照らして。おぉ。これ、なんだろう。
何ですか？え？ああ、これを腹に入れろと。赤ちゃんの人形？赤ん坊の人形を手に入れた。ああ、なるほどね。じゃあさっきの僕のっていうか、この子の人形のお腹に入れていくか。気分良くないけどね、あんまりそういうことすんの。あんまりいい気分じゃないけど、まあ多分そうしろってことだろうからするか。はい。椿ちゃんもちょっと戸惑っ、あ、入れたのかな？なんか膨らんでない？なんか変な感じ。でもこれでいいんでしょ？そろそろ出てきてくれるかな。どっかにいるってこと？まあ、いい、一回セーブしよう。ここまで来るのも結構大変だったので。さて、お望み通り腹に赤ん坊をぶち込んだので、そろそろ出てきてくれませんかね。あ、こっちになんか行けるようになってない？なってる。ほら、なんか、なんだこれ。あ、この子なんだ。見つけた、ディア。え？後ろ向いてんの？ん？てんてんてん？ああ、後ろ向いてたんだ。かわいい。あ、僕と目の色お揃いかも。僕も、青と紫の目してるから。あ、目の色お揃いだ。お揃だね、リアちゃん。あ、くんか。心配した？したよ。だからもう帰ろうよ。なんか不満そうだよ。やっぱ表情が変わんないのが嫌なんじゃない？はい。なんか不満そうな顔してるもん。後ろ向いちゃったよ。嫌だって。帰らないってまだ。もうこんなことやめてよ。今回はなぜこんなことをしたの？もう何にも返事する気ないじゃん。拗ねてる。遊んでくれなかったから。もう拗ねてる。拗ねでしかない。遊んであげられなかったのは悪いとは思うよ。でも君の遊びは際限がなくて体力が持たないよ。かくれんぼだって私がいつも鬼で君はずっと隠れて、あんまり見つからないから迷子になったんじゃないかって必死で名前を呼んで、それを聞いてるのにまだ隠れ続けたり。悪いけどそれが毎回だと疲れちゃうよ。まあそういうのだから、さっきも言ったけど試し行動って言ってね、このように疲れるのでやめましょう。相手が疲れるからね、そういうことすると。だって取り乱してる表情が見たいから。リア君なかなか歪んでんな。どうしてもまあそのこの子が割と無表情めなのが不安になっちゃうのかな。あのね、今回のことだって。これ表情変わってる。ディア君、ディア君、後ろ後ろ後ろ。なんか呆れたような表情してくれてるよ。君が本当に神隠しに、君の父親にさらわれたらどうしようって、心配だったんだよ。いくら私のことが嫌いだからって、もうこんな、私を陥れるようなことはやめて。てんてんてん。君がいなくなったら私は寂しいよ。考えるだけで嫌。ここら辺の人間はみんなが黒髪黒目なのに、私は白い髪に赤い目で、ずっとこの見た目で忌まれてきて、君は初めて私とまともに接してくれる存在で、君が私と似たような見た目をしていたからっていうのもあるかもしれないけど、私は君のことが好きだよ。君が私のことが嫌いでもね。リア君、嫌いなわけじゃないんだよね。だって嫌いな人に対して試し行動しないからね。君が私と一緒にいたくなくても私は一緒にいたいよ。君が神様の子供でただの人間の私じゃ釣り合わなくてもね。なこと。そんなことない。あの、なんだ、こんだけ言葉を尽くさせてしまったことに対して若干の罪悪感を感じているのであれば最初からやるな。というのはまあ子供には酷かもしれないけど。だって母さんは母さんだもの。
釣り合わないなんてことないよ。私は母さんじゃないって。それがこの子は不満なんだよな。もうわかった。今はそれでいいから。帰ろう。うん。はい。じゃあ無事リア君を見つけたということでね。母親になんてそんな簡単になれるものではないのだろうけど。まあ、こんなに私のことが嫌いなこの子がいつまでも母さんなんて呼んでくれるわけでもないだろうし。まあいいか。あの、態度が悪すぎるだけで多分嫌いじゃないと思うよ、ディア君。多分ディア君、椿ちゃんのことを全然結構なんなら依存めに好きだぞ。きっとまたこの子は辛いことをしてくるのかな。いつかもっとひどいことをするかも。でもそれは子供が持つ親への特権なのかも。今回のことも母親を巻き込んだただの子供の遊び、ジギーだって思うべきなんだろう。この子がちょっと神様みたいに何でもできちゃうから、母親の役目の私がちょっとひどい目に遭っちゃうけど、それに私も母親にひどいことをしたのだから、この子のことを咎める権利はないのかな。それにしたってねえ、リア。何？今回のはやりすぎじゃないかな。人形とかはまだしも、あんな化け物を見せるなんて。化け物？うん。化け物はディア君の仕業じゃないな、これ。知らん顔しないでよ。ちょっと悪趣味だよ。まあいいけどね。そしてエンディングいいな。好きです、この音楽。何？君がやったんじゃなかったら一体何だっていうの？本物の化け物なわけないし、私が作り出した幻覚とでも？いくら取り乱すところが見たいからって脅かすのはやめてね。つまんない。まったく。あ、ん？ディア君が作ったんでいいのか？ディア、君は私の家族だからね。母親でしょ？うん、まあ家族だね。それはずっと変わらないでいようね。うん。なんか不思議な雰囲気、なんかね、前作があるんだけど、前作があるけど、やらなくても遊べますって書いてあったからやったんだけど、これ多分前作やった方がなんかいろいろわかるんだろうな。エンディングジギーと、タイトルの通りジギーっていうね。はい。いやー、なんか音楽も結構良かったしね、脅かし要素もちゃんとがっつり入って、僕はすごくびっくりしたわけですが、ジギーなんか世界観も結構好きな感じ。あとこの椿ちゃんがね、どう、椿ちゃんはただのアルビノの女の子なのかな。で、あのディア君が引き取ったというか、引き離したというか、父親から。で、今なんか一緒に暮らしてる家族で、この椿ちゃんは母親に関してトラウマがあるんね。きっとまあ殺しちゃったのかどうかはわからないけど、椿ちゃん自身が悪いというよりかは見た目のせいでなんか辛い境遇になってしまって、母親がそれのせいで狂ってっていう。まあでもその椿ちゃんの中では、私がお母さんにひどいことをしたんだみたいな意識があるから、ああいう化け物が出てきたのかな。まあ、もしかしたらその狂っちゃった後は母親もね、母親も椿ちゃんに辛く当たってたとか、そういうのもあったりするのかな。ちょっと気になったから、時間ができたら前作やってみようかな。というわけで、じゃあ今回もとっても面白かったです。そんなに長い時間でもなかったし、謎解きもね、あの難しくなくて、あの僕程度の謎解き弱々妖怪でもなんとかなる感じのものだったので、とっても僕的には助かりました、うん、というわけで、じゃあジギ、とっても面白いゲームでした。それでは今回の動画はここまで。この動画が面白いなと思ったら、高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、コメントなどよろしくお願いします。次回も楽しみにしてもらえたら嬉しいです。
それではお疲れ様でした。バイバイ。